中日勢で言ったらさらにこう裏を書かないといけないんで、こねくり回して、そう、ね、余計こねくり回して結構抑えたかもしれないです。インコースのチェンジアップが面白いに決まって、うんうん、ブンブン振ってくれるんで回ってこいと思ってました。テクちゃんが本当に苦手だった打者トップ3ということで、トップ3、3人挙げるとしたらどのから。僕あの外国人が本当に苦手で、まあ久さんもそうだったと思うんですけど、タイロン・ウッズ、タイロン・ウッズ、ね、目がもう苦手なんですよ、ね、あの目はやばいっすよ、うん、殺しに来るんかっていうぐらいの目してるんですよ、うん、まずそこで萎縮しちゃうんですよね。でもそのぐらいの威圧感というか雰囲気、オーラはありましたね、うん、確かに。でピンポン玉ね、ピンポン玉ね、詰まっても先でもホームランいっちゃうし、ね、いっちゃうし、分かる分かる。でも俺たちなんか言うほど打たれてないと思う。最後なんか中日優勝決まる、俺クローザーで、満塁ホームラン、満塁ホームラン、そうで落合さんがもうほぼ優勝決まって、そこで泣いたっていう。お前落合さんを泣かした、もうお前だって言われる。あれぐらいで、まあ多分何本か打たれてんだけど、なんか印象はあれ、あ、そうっすか。印象強くて田口意外とこうインコース投げたら外が届かなくなって、こっちもすげえ気にするから、はあはあ、あれ投げ出してから大丈夫だと思うっていう。でもあれは怖かったな。怖かった。その次に来る横浜にも行った、ブランコ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 、ウッズの2世みたいな感じ。でかいでかいでかい。でも、どう、タイムウッズよりなんか穴はなかった。穴はありました、うん。で、結構打たれた、ホームランも打たれた、打たれました。あ、そう、力んじゃうんですよね、まあ、甘いとこ投げたらあかん、決めにかなあかんって思うと余計にこう入っちゃうタイプなんで、うん、ね、こっちダメだった、こっち、こっちも拾われるし、インコース甘く入るし、うん、出てくんなよと思ってました。怪我しとけと。もう一人選んとしたら金本さんとか出ると。金本さんは全然、あ、打たれましたけどちょっと楽しめてましたね。中日勢で言ったら和田さん、うん、谷繁さん、うん、谷繁さん、俺、あ、違う、俺ね、宮本さん、谷繁さん、あの YouTube とかでいろんなとこでもあのプライベートでもゴルフとかやるんだけど、はい、まあ俺とお前の名前よく出るよ。出る出ますよ、うん、打ったと、よう打ったと。やっぱりな、飯の種だとかつって俺宮本さんの結局障害打率4割ぐらい、4割ぐらい、だいぶ貢献しましたね。だからあの人に2000本打ってんじゃ、まあ、谷繁さんもそうだけど、多分俺ら結構貢献してて、逆にあのご飯とかおごってもらうんで、逆にそうっすよ、うん、足らないかもしれません。宮本さんと谷繁さんはどのような部分が苦手というか、多分背景読んでくるんですよね、うん、決め打ちというか、うん、そうだね、してくるんで、もうやっぱそこでこうバーンっていうまっすぐがあればそれで押せるんですけど、そういう風に打たれたら僕みたいなピッチャーはもうちょっとこう分が悪くなるというか、さらにこう裏を書かないといけないんで、余計こねくり回して、そう、ね、余計こねくり回して合っちゃう、いや結果だ、合っちゃう。そこでこう押せるようなまっすぐがやっぱないっていうので、だいぶ苦しめられた感はありますね。でもあれさ、こっち覚えたじゃん、初め入った時、はい、カーブとまっすぐカーブだけですよ。でしょ、でこっち覚えて、である程度幅広がったわけ、はい、あれこれこれ覚えたらどうやって覚えたの、和美さん、うん、高橋和美さんに、うんうん、お前これちょっと投げてみろって、うんうん、ピッチング練習の時に言われて、うんうん、こうやって握ってこうやって投げてみろって言って、うん、それがもう見事にはまって、そのものままだよ、めちゃくちゃいいやないかってなって、次の日イースタンで先発する予定だったんで、うんうん、明日もいけん投げろって言われて、もう投げたら面白い内ごろ取れて、うん、ピッチング面白いみたいになったっていう、はい、こんな苦労、あ、こんな簡単、こんな簡単に3ボール1ストライクでもう投げる球なかったんですよ、うん、ポンって投げたら、あへーってなるから、うん、最高やんこの球。え、でもそんな感じはもう1日2日で投げれるんだったわけ、なったっすね。あ、本当、はい、うん、流れ的には多分合ってたんだ。でも基本さ、でもこっちが投げる人ってこっち全然ダメじゃん、ダメなの基本ね、はいはい、だから俺岩瀬さんいるでしょ、岩瀬さんスライダーじゃん、で実は教えてって言うから、こう僕こうやって投げてますよ、
ろうとかして投げたら全然わかんないです。こういう風にいくからですかね。僕もどっちかと上からやってたから、はい、プロ入ってこれ覚えてから、それから勝てるようになった、ね、そっからです。そっから一軍に行けるようになったんで、うん、苦手だったとしたら伺いましたけど、逆にあの得意だったらバッターらしいんです。得意なぁは金本さん、金本さん得意とかじゃないですよ、うん、得意なバッターっていないよ、いないっす、いないっす、いないっす。どっちかわりかし抑えた方かなっていうぐらいはなんとなくわかるけど、でもそれでも3人って出てこないっすよ。なんか出てこないな、出てこないっす。ただ1人とか、うん、まあ強いて言えばっていうどうない、強いて言えば抑えたんじゃないかなっていう、いやだいたい打たれてんな。そう、ピッチャーはね、大体こう打たれたイメージの方がすごく残って、抑えたイメージってあんまないんですよね。これ外国人になりますけど、ブラゼル僕結構抑えたかもしれないです。ブラゼル、左の阪神の、はい、阪神、西武もいた、うんうん、もうチェンジ、インコースのチェンジアップが面白いに決まって、うんうん、ブンブン振ってくれるんで、ブラゼル回ってこいと思ってました。で、外を真っ直ぐ、外国人の名前しか出てない、そうなんですよ。面白いのかな。でも本当の話だからということでですね、今回は宇都宮哲也西武ファーム投手コーチ、ファーム投手コーチ、ファーム投手コーチ、全然覚えへん。、まあ、このね話が良かったなと思ったらチャンネル登録とね、ぜひコメントをいただけると僕らも嬉しいんで、ぜひお願いします。はい、ということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。